おはようございます。あ、起きちゃった後ろにもいるよ。なぜか朝こんなところで日向ぼっこです。窓際は行かなくなっちゃったの。こっちのがあったかい。ここなんか一番最初に日が当たるね。もうちょっと経つとね、窓際が良くなるね。ちょっとお家とかってね、君たち。ポンちゃん。今度からここちょっと広くしとこうかな。うん。ね。ジャック、ポンちゃん。はい。ポンちゃん窓際に移動しました。だいぶ逆光だね。ポンちゃん、インターネット上で探したところですね、14日の今日ではなくて来週の日曜日が、猫のこれ譲渡会のやっぱりお知らせでしたね。譲渡会だとどうなのかなとは思うんですが、まあちょっと考えて、近くでやりますのでね。この、猫のあなんだっけ、猫との生活を考える会だったっけっていう、あ、猫との暮らしを考える会という、この会にちょっと興味がありますのでちょっと調べてみようと思います。なかなかインターネット上で出てこないのにドキドキしましたが、結局は今日ではなかったという自分のミスでもあります。ではポンちゃんの気を引いてしまった。ポンちゃんがおもちゃに目もくれなくなってしまいました。ポンちゃん気にしないで遊んでくれ、うん、こっちばっか見てコーヒー好きの黒犬にコーヒーがプレゼントされました。どうもありがとう、送っていただきました。緑とスモーティーな味わい、マイルドな味わい、この2種類です、うん、はい、ありがとう。またガンガン飲むよ。コーヒー屋さんのって書いてあるね、うん。